どうも、新19号です。今回、リアクションしたいのはこちら、BE:FIRST のマスタープラン、From BE:FIRST Live in Dome 2024です。マスタープランはですね、僕、実はですね、BE:FIRST のすべての楽曲の中で一番好きなんですよね。なので、これから見るの楽しみです。しかもこの、ドームライブということで、BE:FIRST のファン5万人集まったと思うんですけど、その中でどのようなパフォーマンスが繰り広げられるのかっていうところでもですね、この7人の実力が試されるところだと思いますので、そこにもね注目して見ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。あー、ドキドキするな。では早速参りましょう。再生ボタンポチッとな。タンタッ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 、7人が横並びで、もう早速かっこいいですけどね。No, そうさ、レオくん、マナトくんですね。キンダタンダ、最高傑作が最低条件だったんだ。大地くんは、大輝くんは、今日もすごい。イケメンですね。その声が、あれ、なんか龍平くんカラコン入れてた。アルパー、このチュントくんの声って本当にすごくかっこいいですよね。 I know みんな迷彩服っぽい色合いで、だいぶクールですね。ソータくんのラップ。ソータくんの目がすごかった今。この時計のところがかっこいいですよね。リマエ、やっぱこのシュントくんの歌のたびにかっこいい声だなって思っちゃうな。声が、MASTERPA、7人とも、まあ当たり前ですけど、生声で、すごく、7人とも上手ですね。楽しそう。7人とも楽しそう。特になんだか大輝くんが、時折笑顔ですね。揃ってる揃ってる。キレキレですね。レオくん、その声が、なんだろう、龍平くんがすごい顔が大人っぽくなったね、この短期間で。アルパー、ソータくん高く飛びましたね。アルパーのさあ、I know。 うわ、かっこいい。ここが一番かっこいい。ここがかっこいいよね。すごい。花吹雪がすごい。紅白のサブちゃん並みに、桜、紙吹雪がすごいことになってますけど。はぁ、あ。素晴らしい。超かっこいい。超かっこいいじゃん。なんこれ、超かっこいいじゃん。買っちゃおうかな。この BE:FIRST Live in Dome 2024買っちゃおうかな。DVD。やばい、かっこいい。すごいな。あの、いつもその BE:FIRST の動画を見るときにね、だいぶ期待はしてるんですよ、毎回。その、ファンなので、もともとね。期待はしてるんだけど、しかもこの、
マスタープラン一番好きな曲だからさらに期待してて、ハードルがだいぶ高い状態でね、こうやって拝見したのにもかかわらず、さらに上回る感動をくれるんだよね。そこが BE:FIRST の本当にすごいところだと思います。毎回ね、毎回あの過去最高傑作を提供してくれるから、本当に才能が溢れてるなっていうふうに思っています。いや、素晴らしい、素晴らしいです。拍手パチパチパチといったところですね。っていうかさ、もう一回見ていい？もう一回見ていいですか？ちょっともう一回見よう。なんか一回じゃちゃんと掴みきれなかった部分が多かったように思う。もう一回いきます。ポチッとね。おかわりください。じっくり見ていきます。この照明もかっこいいですね。緑と赤の対比がかっこいい。そうさ、最低条件だったんだ。大輝のラップ気合入ってるね。つびきーわー。やっぱ龍平くんあれですね、カラコンの影響もあるのか、あと成長してるってのもあるのか、だいぶ大人っぽく見えますね。10代とは思えない。 MASR パー。そしてかっこいい声、シュントくん。高い声、ジュノン。 I know本当にみんな揃ってるな。揃ってる。ロシアのシンクロぐらい揃ってるよ。本当にすごい。この伴奏の音が少ないのもかっこいいですよね。この曲のね、かっこいいとこですよね。表現力もすごいよね。この7人の一つの歌劇を見てるかのような満足感がありますね。高音が綺麗なジュノン君、マナト君、すごい動いてる。横に7人揃って、超えてた MASER パー。この7人ともダンスが上手すぎて自分で踊ってるように見えないって言ったらいいのかな。こう、何かに見えないものに操られてるかのような、すごいこう、得意な動きをしますよね。この、まあ振り付けは、そうたくんも入ってると思うんですけど、作る側としてね。このダンスの個性が、やっぱ BE:FIRST らしさですよね。ちょっとこうシュールなんですよね。大振りじゃないんだけど、これがーの龍平くんがすごいかっこよかった。今龍平くんは本当にすごい若いのに、その表現の仕方、その伝え方が上手ですよね。その伝えるスキルを持ってるっていうのもすごいんだけどね。すごい、今。最後のこの決めポーズかっこいいですよね。いやぁ。2回見たけど2回とも満足感が半端ないね。もう。DVD 書きゃないっていう状態ですね。本当に良かった。素晴らしいものを見させてもらいました、今日も。皆さんはこの動画を見てどのような感想を持たれたでしょうか。もしよろしければコメント欄から感想、コメントしていただけると嬉しいです。励みになりますのでよろしくお願いします。
あと、僕のこのチャンネルの登録と、できたらグッドボタン押していただけるとさらに嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ということで、新19号、今日は、マスタープランライブバージョン、リアクションさせてもらいました。また近いうちにお会いしましょう。バイバイ。